中央大学の問題です。起きました。今年の問題です。イギリス英語では好きじゃない文法事項なんですが認識が大変しないです。さあこれは難易度と合ってないこの手の上がりの率が横からおっそい。あ、そうですね、3人称単数の係数がついてる。あ、15もありますね、はい、今年中を受けた人いますか。ちなみに受けました。今年の問題ですなんでもしかしたら受験会場で見てるかもしれません。はい、それではやってみましょう。はい、始めてください、はい、で、赤ペン的なの持ってますか。持ってなくて持ってないで、こんだけ用意しましたんで。ないですね。では、はい、交換してください。またいつもの通りなんですけど、はい3人は3人でやってください、はい、さあ、行きましょう。どっかのタイミングで横山やってくるかもしれないけど。ではでは、はい、チェックしていきたいと思います。はい、自信ありますか。いや、想像以上にできなかった。想像以上にできなかった。あ、そう、まあ難しい問題も入ってるし、実際そんなに今まであんま出たことないのも思ってたんで、はい、まあこれがいいかなと思って選びました。はい、ではいきます。最初ですね、 I bought a large vase なんとか I can put the flowers I got from my sister。 はい、どれが正解ですか。 C in which が正解です。はい、大丈夫ですか。はい、違う、間違ってたでしょ、知ってる間違ってたでしょ業務なんだ大丈夫ですね。 Put the flowers in a vase ですからね。 Vase 大丈夫ですね。花瓶、花瓶ですね、はい、イギリス英語では Vase と読まないですね。そうですか。そうですよ。どうするんですか、東大にスニーカーあるのに初めて知りました。バーズですよ、これ。バーズと読みますね、イギリス英語では。ちなみに、あ、そこはメモれないですね、他人のだから。皆さん C 選んでました。ちょっとリアクションしてください。誰 C 選んだ。 C 選んだ人、はい、来た。横から遅いあのね、上にもあの用意したから、別室ちゃんと問題解けるように、あの置いてある問題、それでもう 解いてきて、はい普通に遅刻してますからね、はいはい、あ、なっちゃいけませんよ。あ、ちなみに受験前までは一回も彼は遅刻してませんでした。受験が終わってからは一度も時間通りやってきたことない、はい、これですね、はい、そうするとプットインなわけですね。そのフラワーズをベースの中に入れたと。はい、次です。今、まあこれはトイックでもおなじみのやつですから、さあ答えはP、 はい、 P ですね。入ってきました。いただきます。その集中ですね、集中 need more information if you should need ですね、はい、さっき忘れてた横山来たせいで。一番そのインウィッチ選んだの何言いました。インウィッチ選んだって人はそんなに少ないの。ちょっと国境を押すなはい、いや、じゃあ、はい、2番、じゃあ B 選んだ人はどれがいました。シュッと、これは知ってる、適当だったの。知ってる知ってるわけないじゃん、こんな文法事項。はい、そうですね、 F U should need 中学の範囲で出てこないですから。あ、そうなんだ、はい、もしもっと情報が欲しかったら The Central Library has a collection of books, magazines and newspapers、ね、はい、3番目 My interest in watching movies developed into a desire なんとか film myself。 さあ、答えは D D ですね、はい、Desire to do の構文ですね、はい、なんとかしたいという欲求です。あ、どうぞ。あ、それ合ってた、うん、勘にも程があると思ったけどはい、さあ D 選んだ人どれがですか。 To make を選んだのは、おっと、これは結構出来荒らしております。はい、次、4番 No worries 心配ないよとかね、 You なんとか Let me know what time you will get to the station just before you leave home that day。 まあこれは結構難しめではあるのかなと思いましたけどね、知らない人がいただろうなと思いました。さあ答えは B B ですね、 Have only to あ、どうぞどうぞ。え、
すげえ。はい、B 選んだ人どうですか。さあ、お意味は何々するだけでいいよ。そうそうですね、これ司祭すればいいよってね、ハーフトゥーの間にオンリー挟まってるやつですね。これは、見たことない人たちも結構いるやつですね。さあ、そして次が My baby sister always talks to her doll as if it なんとか or she says、 はい、好きじゃない文法事項なんですが入試では出題されてしまうやつです。さあ、これは C、 C ですね、 understood ですね、仮定法。まあ好きではないですね、これね。as if 仮定法じゃない時の方が多いんで、実際はね、はい、あんま好きじゃないですけど、はい、C 選んだ方はどうでした、はい、はい、続いて、いきます。I'm sure that there are so many things なんとか words cannot be measured in terms of money。 お金じゃ測れないんだぜって言ってますけど、さあ、価値はお金じゃ測れないと言ってますが、さあ D、 D ですね、はい、Who's ですね。これも結構間違う人がいるかなと。もう自分が何やったか全く覚えてない。いや、選んだような気がするなと思いながら。 Who's worth です。これ worth が名詞だって分かんないといけないんです。はい、選べた人どう言いますか。 D、 おお、意外と意外と、はい、すごい勘がすごいですね。よく一問もわからないまま正解を。今6問中4問正解。えぐ、えぐ、何にも知らないのにすごくない。はい、ならば I used to take my little brother swim in the lake in summer。 さあ、これどれ選びました。僕は3です。3番、3番 C の2。 あ、2は違います。あ、違うんか。はい、違いますよ、おかしいです。2選んだらめちゃめちゃなことになっちゃうんですね。答えは A の in ですね。はい、はい、これ正解できた人どれぐらいですか。おお、3人ですね。まあこれはほとんど辞書に載ってなかったみたいな。これは知ってる人が多いですね。 Go swimming とか、こういうの他にどんどん取れるの知ってますか。 Go skiing、 そう、 Go skiing とか Go shopping、 そう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 、ありますね。ああいうやつです。まあ、いわゆるレジャーなアクティビティですね。レジャーアクティビティだったらこの形取れるんですが、実はですね、テイク人この形取れるんですね。テイクもこの形を取ることができますので、いけるんです。で、その時に、まあよく出るわけですね。このまあ、レイクだったり、リバーだったり、よく出るんだけど、これはね。スイミング・エンダー・ライクで、トゥーにしないようにっていうので、よく出題されるやつです。それと同じパターンですね。テイク人っていうのに変わってるだけ。形になってるだけなんですけど、難しいですね。調べたら載ってなかった、ほぼ辞書にも。なのでこれはむずいだろうなと思いました。だからトゥーにしちゃうと、そこに連れてく、レイクに連れてくになっちゃいますね。あ、それ、それで選びました。そしたらだってスイミングが浮いちゃいますよ。そうですね、1号の形容詞は前から、1号の文詞は前からかかるのに、それだとレイクに向かって泳いでいるブラザーを連れてきますになっちゃいますね、はい、なので、はい、だからトゥーは選べないです。めっちゃ悔しいです。よし、次行きましょう。で、8番 All my friends are looking forward to the summer holidays and 答えは C、 C、 So am I、 そうですね、 So am I のコーチの構文です。さあ、これできた人はどれですか。これは正答率低い。ちょっとこれ基礎でしょ。これは中学校でも、ね、これはやったっすわ、この間中学の範囲でも出てきた。間違えてるなんでだ。I couldn't eat so many Japanese foods such as raw fish and natto, but now I can eat and like almost everything. で、答えは A。 A ですね、at first です、はい。これは間違える人結構多いですね。at first の意味は、初めは。そう、初めはこうだったけど、後に変わるですから。はい、まあ、よく出題されますね。はい、A できた人はどれですか。少ない。おー、できた。少ない。いやー、これはできないと総計レベルじゃないですよ。マーチでも全然。はい、まあ、ちなみに総計でも出題されますね。次は、Those who committed the crime should be なんとか for what they did。さあ、これは難易度が高い語彙ですね。まあまあまあ、マーチとかだったらよくあるパターンですけど、さあ、どれでしょう。いわゆる満点潰しですね。立命館とかもよくやるやつです。僕 B にしました。B、prosecuted。正解ですね。正解なのか。はい、これはね、この総計だったら、こういう人はレベルはそんな高くないですね。起訴するとか。なので、はい。ね、なんとかのことでですね。やったこと、彼らがやったことで。ってやつです。さあ、B できた人どれですか。あら、もうよくわかんない、正答率。難易度と合ってない、この手の上がりの率が。はい、ペネトレイトとかね、貫いてどうすんだっていうね。はい、そういうやつですよ。次、11番。ああ、いえ、はいはいはい。言葉ですね。Out of the mouth comes なんとかですね。さあ、どれでしょう。答えは B ですか。A ですね。いい棒ですね、はい。で、別に口は災いのもとっていうイディオムを知らなくても解けます、この問題は。わかります？これがだから頭の良さってことですよ。解けますね。別に知らなくたって解ける。動詞の形です。そう、動詞どうなってますか？動詞が、三人称単数形だと。そうですね。三人称単数の S がついてますね。comes ってついてるから。だから、アロータマウスっていうのが、これ前置詞2つ名詞ですから。
でこれ第一文献統治です、ね、主語を入れりゃいいだけなんで、うん、イーブを入れればそれで正解で、ワードには漢詞がついてない選べるんですね、このイディオムも知らなくても。はい、ルナは何を言ってるのかさっぱり分かんないと思いますが、はい、置いていきます。はい、イーブを選んだ人はどれくらいます？イーブを11番は11番は、あ、11番選べた人いますね。え、ちゃんと三人称単数で選びました？いや、もう知ってた？いや、勘？いや、なんか見たことある。ああ、なるほどね、見たことあるかは強いよね。12番 I will invite him for dinner なんとか The nice present he gave me because I want to show my gratitude ですね。はい、感謝と意思を示したいんですよ。だから C C ですね、 in return for me。 はい、じゃあ in return for 選んだ人はどれですか？はい、おー、なるほど。さあ続いて13番ですね。さあどれか。 I'm not really good at receiving a なんとか especially regarding my appearance such as good looking ですね。かっこいいねとかね、見た目について言われるのに対してこれに慣れてないと言ってます。さあ答えはどれでしょう？ D D ですね、はい、コンプリメントですね、称賛される素晴らしいって言われるですね。 C のコンプリメントと間違いのようにしてるんですね。これは何て意味でしたっけ？ SVC の C ですよ。こう、ああ、そういうことか、はい、埋めるっていうんですね、コンプリートですからね、はい、コンプリメント、はい、何の答えさっぱりでしょうけど、はい、はい、じゃあこれできた人はどれですか？ D 選んだ人、おわけわかんないな、どうしてこれができてこれができないんだみたいなオンパレードですけど。さあ14番 I need to look for a job with なんとか payment to support my family。 はい、 payment とあって、で文脈にあるのは A ですね、 adequate 意味は十分な、そうですね、十分なお金、ファミリーをサポートできる十分なお金がある仕事を探しますと。スケラスとか逆ですからね。14できた人はどれですか？14の A、 14に変えて。さあ15番 I've been in なんとか because of my guilt about hurting her by calling her name。 さあこれはイディオムとして難しいですね、はい、イディオムというか、まあ、語彙のレベルが高いですね、英検の中でも11級ですね、はい、答えは B B ですね、 anguish ですね。 anguish は罪悪感ですね。罪悪感はギルトですよ、後ろに乗ってる。ああ、完全に文脈で anguish は、まあ、いわゆる苦痛。15番ができた人が、おお、さあでは何点かですね、書いてください。何問15問中、はい、大丈夫ですね、去年とか一昨年これですら数えられない人いっぱいいましたけど、序盤のやつしか合ってなかった合ってなかった。あ、名前書いてくださいね、これ集めてくれるの、あれ使わなきゃいけないから、編集の時に、動画編集の時に使わなきゃいけない。お、来た、さあ横浜来ました。じゃあ横浜さん、はい、何点取れたか今から、え、赤ペンやっていきますよ、どんどん言ってみますから、はい、横浜1番は、はい、A、 はい、C です、はい、はい、次2番 A、B、はい、そうでしょ、瞬時、はい、3番 B、 はい、ます。4番 D、 B です、はい、ハブオンディ2ですね、はい、で5番 B、 C、 はい、やってます。6番 B、 D です、はい、6番 D ですね、はい、やばいね、やばいね。7番 A、 A で合ってます、はい、で8が C、 C 合ってます、はい、A、 9、 あ、 A 合ってる、はい、10、 B、 10は合ってる、はい、11、 11は A ですね、はい、イーブーカウンスですよね、はい、で12が C、 C、 はい、合ってます。13、 C、 13は4、あ、じゃあ D、 14は D、 14は A ですね、はい、15が C、 B ですね、はい、ということで、じゃあ皆様の結果を聞いていきたいと思いますね、はい、さあ何問いきましたか？13点、はい、大久保さん13、はい、13点、ルナ4点です。差がすげえな、はい、8です、はい、大橋です、大橋は11です、はい、91です、91、はい、6点がミネです、ミネ、はい、はい、ミネですね、はい、と和夫が11点です、はい、はい、お、11、2人が、はい、アスカが7点、アスカ7点で、はい、横山が7です、人家宝剣です。ちょっと横山さん、横山さん下からの方なんですけど、ちょっともうできないとダメです。まあもう解説は動画見てください、横山さんのね、もう解説も終わりましたんで、はい、という感じでございました。おお、13、まあ難易度としては3問難しい問題が入ってる、あ、これ中央の問題ですかね、横山、はい、今年の中央の問題ですよ、はい、なんで皆さんはね、そう、横山さんが一体どういう回答をしてたかがわからないので、ね、動画で見てた中で、英語は苦手でしたね、基礎が抜けてますね、横山もやっぱ、え、勉強してないから下がったってこと、それとももう全然勉強してないです。
でしょうね、はい、ルナはもう中学校からやり直しですから、もうでマーチレベルとしてどれぐらいできてればいいかっていうと12問です。だから12問取れてて本の字だなこの問題はっていう感じで、3問難しいのが入ってる。ただやっぱ勝つ人はその12超えるか超えないかのとこで分かれるんじゃないかなと思ったんで、まあ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 妥当な結果だと思います。じゃあもうちょっと、まず国際教養目指してんだったらこれは余裕で取れないとダメですね。国境だったら14ですね。早稲法、早稲国境とかだったらそれぐらい取れてないとまずいですよっていう感じだと思います。はい、レベル的にまあ皆様のを見ていきますので、はい、じゃあ今後、まあ、もしもう申し込み始まってますので、はい、ぜひともやってもらえればと思います。はい、じゃあ頑張ってやってください。はい、じゃあここから大変だと思いますが、はい、Thank you for watching。 皆さんこっちですよ。